後の予定は決まりましたか？いや、徐々に決めてますんで。歌を歌ったりってことは？もちろんです。ジャニーズ事務所を退所後、初めてイベントの場に登場した近藤真彦さん。お待たせいたしました。どうぞ一日お手柔らかに。ハートのビート聞こえてくるぜ。好きさ好きさ、ウォーウォー、揺れる肩を抱いて、軽く指を尖らせ、今夜お前と決めているのさ。チャンスは一度きりだよ。